京都にある旧車バイクの専門ショップサダルスードモーターサイクル。こちらのお店にとても古く希少なバイクがあるということで見せてもらいにやってきました。さあ、今週は以前も来ました、ね、京都にありますサダルスードモーターサイクル、こちらにやってまいりました。サダルさんといえばですね、あの旧車、特に川崎系のバイクが多いのを覚えてますよね。こちらね、川崎は結構多いですね。まあ、こちらなんか結構新しいのかな、僕もちょっと詳しくわからないんですけども、今週はですね、どんな、ね、旧車を見られるのか、早速中に行ってみましょう。こんにちは、どうもよろしくお願いします。さあ今週はですね、まだサダルさんのちょっと変わったのって言ってこう3台並んでますけど、これ原車は何ですか？川崎って書いてありますね、あのカバー、タペットカバーに。これは SS7 半、はい、通称 H2 です。SS7 半 H2、はい、川崎ですね、はい、これ3気筒なわけですね。そうです、はい、これをフルレストア、これエンジンなんですか？そうです。これの、はい、本当だ、これ3つね、はい、へえ。そしてね、これがこっちからエンジンのしたらあっちになるか、あっちがね、まだピストンついてませんね、ブロックが。はい、こちらの方はまだピストン組んでません。はい、でこれをピストン組むとこんな感じになって、ね、3気筒ね。そしてこれ、まあこれフルオリジナルでいいですか？はい、フルレストア。フルレストアです。なるほど。さあそしてですね、奥の方にもね、はい、古いこれは、Z1R1000 ですか、これ。はい、はい、の、まあ、結構古い、まあ、フルレストア、レストア前のものがあるんですけども、これがレストアしていくとこんな風になるということですね。はい、これも完了のバージョンですか？ほぼ完了バージョンです。そしてね、この Z1、 ちなみに、まあ、お値段のことばかり聞いて悪いんですけども、この Z1000Z1R ですか？はい。これおいくらなんですか、あのフルレストアで、こちらで。フルレストア車両込みで300万円。なるほど、ね、よろしくお願いします。はい、もうね、ほとんどバイクの値段とは思えなくなってまいりましたね。はあ、でもそれぐらいの価値があるということで、はい、これ Z1 の後継モデルですね。そうです、はい。さあそして、はい、ね、まあ、たくさんの旧車があるんですけども、こちらですか？はい、こちらご存知ですか？はい、ただのオンボロですね。そうですいやお店の人がそうですし、なんですよ。昔ハーレーの競合だったメーカーで、インディアンというメーカーですね。はい、はい、インディアンモーターサイクル、アメリカで最も古いオートバイのブランド。当時はハーレーダビッドソンよりも高級と言われ、高性能高品質の代名詞でした。自動車の普及により1959年、会社は倒産。その後何度か企業再興に挑むも長くは続かず、2006年に新生インディアンとして復活した、知る人ぞ知る最高級バイクなんです。このインディアンのマークでも一目瞭然なんですけども、まあ多分こういうふうに年式が古いんですね。だんだん新しくなっていくかな、多分。はい、はい、この3台である中ではこれが一番価値がありますね、多分。そうですね、これね、はい、もうとても動きそうなさそうですけども、これもレストアするんですか？はい、なるほどね。もう見てください、板バネですよ、フロント。向こうスプリングなのに、これ板バネ、トラックみたいですよね。年式、一応1920年式、はい、ね、おおよそ100年前のバイクなんですけどもね。このバイク、アメリカから持ってたんですか？いえ、これは日本にあったバイク。あったんですか？はい、日本にあったの？当時新車から、当時日本で走ってました。あ、アメリカじゃないんだ。はい、で戦争戦前ですね、100年。なんで日本にあったんですか？はい、あ、よく見つけましたね。入庫した時には動いていたらしいんですが。直るんですか？部品あるんですか？直します。本当ですか？社長命令で受け止まってます。ぜひ動くようになったら、これちょっとね、見せてもらいたいですね。で横にこれ缶桶がついてるんですね、これ。そうです、缶桶です。違うよ。これは側車付きですね、いわゆるサイドカー。サイドカーです。あー、すごいね。シートも硬いな、これも。へー、これも全部レストアする。側車付きで動かすんですか？はい、そうです。はあ、これで売り物？いえ、これは売らない、当社のお宝。お宝。じゃあもしこれが直して、まあ、新車みたいになって動きます、で取引されるとしたら、日本のこの市場でいくらぐらいの値段がつくんでしょう？そ
そうでしょうね。1000万は超えるでしょうね。超えてくる。はい。あ、大体は予想してましたけど。そしてその2台、あの向こうのとそっちのとね、まず黒いのやつですね。そちらはこちら売り物ですか。そちら売り物です。まあ、整備渡しっていう形ですね。おいくらぐらいなんですか、これで。そうですね、800万ぐらいじゃない。800万な、普通に何キロも、100キロ出るんですか。出ます。あ、普通に走れるの。はい、はい、あっち赤いの、49年ですね。1949年、はい、50年、60年、70年弱前、はい、同じで800万ぐらいですね。800万ぐらい、はい、すごいねこれ。今日は希少なバイクね、あのいろいろ見せていただきましてありがとうございました、ね。はい、ぜひあの旧車インディアン、ね、興味のある方はサダルスードモーターサイクル、こちらの方にです、ね、お問い合わせください。あ、インターネットも出てますか。はい、あ、インターネットの、じゃあ一回、じゃあ在庫の状態とかも見れるわけですね。え、はい、わかりました、ね。まあ、見に来るだけでも OK ですか。 OK です。うん、大歓迎です。本当ですか。はい、もし調子悪いとか、あ、ちょっと相談 したいと言えば、こちらに問い合わせすればね、あの、はい、見ていただけるということですね。はい、はい、わかりました。今日はね、京都にあるサダルスードモーターサイクルさんから、お届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。とても希少なバイクを見せてもらいました。レストアされるのが待ち遠しいですね。